あ、どうしたら映る？本当にみんなが映らないわ。こんばんみ。あ、映ってる。やっぱめっちゃこんばんみ。こんばんは。まだね、8人しか見てないんでね。わーい、わーい、わーい。どうしたらいいんだこれ。こんばんみ。こんばんは。ちょっと待って。あ、こんばんは。イーガールズでーす。こんばんは。はい、今日はですね、これから7時からアベマ TV で生放送がありますけれども、はい、その前にちょっとだけインスタライブをします。はい、はい、ということでアットアベマ TV のインスタフォローでフィードにコメントしてくれた質問に答えます。フィード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 ということで、まずは一つ目、理想のクリスマスデートはっていうことなんですけど、なんかあります？理想のクリスマスデートしたい、ある人。理想のクリスマスデート、うん、はい、いるの。私はいっぱい叫びたいクリスマスに。どうしたらいいか言いなさい。どうやって言いなさい。あーとか言いたいクリスマスデートで、ね、新しいだそうです。じゃあののかな。私はね、何、あのアパホテルの美味しいご飯食べたい。アパホテルって美味しいご飯。今日のこの帽子がそうなのかな。ののかちゃんその角度じゃないでしょ。ののかちゃんそのやってくる角度じゃないでしょ。バズりそう。そしてじゃあ2問目は、サンタさんからもらいたいプレゼントは。あるあるの、あるの。でももう聞かない、もう聞かない。言った、聞いた。じゃあ、はい、あ、サンタさんからもらいたいプレゼントは、時間。はい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 、レターセット。なんで。わからん。はい、アコギ。おー、かっこいい。はい、レナ。はい、え、こんなパソコン。あ、はい、アクセサリー。あー、確かに。はい、土鍋。土鍋、土鍋あげるよ。はい、おうち。おうち、おうち。はい、なんだろう、なんだろう、彼氏。あー、やばいかー。はい、車、車。ちょっと待って、ノノかだよ。私ね、新しいホテル建てる。はい、入れます。はい、ということで、そんな私たちから皆さんにクリスマスプレゼントのお知らせです。アットアベマ TV、このインスタのフォローで私たち全員のサイン入りクリスマスプレゼントが当たります。何かはお楽しみに。はい、ということでフィードで投稿されるので、フォローして待っていただけると嬉しいです。フィードで投稿する。皆さん、じゃあ7時からの生放送もぜひ見てください。お願いします。フィードフィード。クリスマスまであと少し。サンタさん、どうか聖なる夜に一緒に過ごせる素敵な王子様を私にもください。ということで、パリピでよいちょまるなクリスマスパーティー始まるよ。石井ちゃんの素敵な一言から今夜も始まりました。はい、今回は一足早いクリスマスで、クリスマスパーティーということで、まあ、今日はですね、それぞれクリスマスデートに来ていくならどんなコーディネートをするかっていうのをね、ちょっとね、テーマに考えてきてもらいましたけど、一人ずつちょっとそのコーディネートのテーマを発表してもらおうかなと思います。じゃあまず私から。クリスマスといえば白ニットかなと思いまして、白ニットのワンピースで、普段はなかなか履かないヒールなんか履いちゃって今日は来ちゃいました。ブーツの丈、ブーツの丈。じゃあ、はい、シアンナです。私はなんかクリスマスってこう沈黙が続いたりとか、人が多いから並んだりするときに沈黙が続くじゃないですか。で、ネタを持ってこようと思ってこのズボン自分で作ったんですよ。すごい。マジでチクチクしてたよね。そういうのとか、そういうなんか話をしたいなと思って、
なんかちょっと本当にいいね、話の中でビリって破いてやりました。これもそうでもこれアンピンで止めただけです。これはあの横糸を全部抜いたら縦糸だけになる。すげーことやってんじゃん。すごい、かわいい、かわいい、いいね。じゃあないよ。私は、クリスマスにあえて黒です、はい、ね、確かに、はい、いつも通りのはるみさんな感じがします私はクリスマスでもいつも通りにいきたいと思います。はい、動きやすくて最高です。最高、はい、最高、はい、私は、はい、シースルーにまあ、リボンで、まあ、なんかちょっとかわいい、あの、かわいい、あの、いいディナー、そうですね、いいデートにね、一緒に行きましょうみたいな感じです。かわいい、うわ、感じる感じる。私はもうメッセージ性を強く持っています。どうぞ。 Girls don't cry、 だから女を泣かせないでってことです。はい、はい、かわいい、かわいいよ。はい、私はですね、これは私とエブリスがコラボしてプロデュースしたお洋服なんですけど、かわいいよ。あの、表デートコーデで着れるようなニットワークをきちっと思って作ったので、ぴったりでございますね、クリスマスに。この下履いてんの？履いてます。はい、はい、私は、シンプルなベージュのニットです。ワンピースです。今日はベージュコーデ。そう、靴もベージュとかが多いね。やっぱニットはモテ系よ、だって。間違いない。はい、私はうわ、ちょい肌見せ。寒そう。後ろにリボンがあるんですけど、これも私とムルーアの第2弾のコラボの洋服です。可愛い、皆さんぜひお願いします。うちの彼女可愛い。私は黒のワンピースでなんかちょっとツリーっぽい感じ。確かに、ちょっとパカッて開けて、かわいい、かわいい。そしてはい私も彼女と一緒、黒のワンピース一緒なの？黒のワンピース一緒だよね。でここにこう大きなリボンがあって、で、はい、このです、私がプレゼントだよなんつって、そういう感じで来ました。かわいい。そして最後は、あれ？はい、今日はここ渋谷で夜市丸のパーティー行われるって聞いたから、まあ、結構夜市丸みたいな感じの服で来たんで、今日は揚げ身みたいな感じで夜市丸します。心なしかね、夜市丸コーデなの。肌が黒いんですよ、ゆず。あ、そうなんです、やっぱここ渋谷だから、うちらのギャルっていうことでいい。そうです。強くね。目つきが強くねえの。そう。あ、いいんだよ。それいいの。そう。いいの。そう。いいの。大丈夫。食べちゃうよ。今日はゆずはじゃあギャルっていうテーマでいくの。そう。やっぱ渋谷だから。渋谷だからね。染まっちゃった。渋谷に染まらないゆずちゃん。強め。抜かれてないっていう。カメラさん。カメラさん。ちょっとタイミング。はい。まあそしてね、ゆずが言ったように。今日は渋谷の宇田川ベースから公開生放送ということで、たくさんのファンの皆さんが来てくれてます。やっほー、ありがとうございます。なんか何てる、あれなんか めっちゃ酔いちょばる。めっちゃ酔いちょばる。めっちゃ酔いちょばる。やばい、優柔上手。なんかあれ見たことありません？あれ派手すぎる。なんか言ってんだけど全然聞こえないんですよね、こっちに。もう早くイグジットさん中に来てください。酔いちょまですね。酔いちょまです。寒そう。酔いちょまる、めっちゃ寒そう。寒そうだね。何コーヒー牛乳なの？ミルクティーじゃない？タピオカね。タピオカ今といえばコーヒー牛乳牛乳牛乳温泉、ねえ、今日は酔いちょまるだからイグジットさんがね、やばい、誰だね。酔いちょまる、酔いちょまる、酔いちょまるって何？酔いちょまる何かイグジットさんに聞いてみよう。聞いてみよう。わかんない、初めて。酔いちょまる、ミルクティーをノーストローを出してもらってますね。ノーストロー、ノーストロー、ノーストロー、
ぱあの極寒の地で飲むこのコールドのタピオカミルクティー。さすがに俺らもあの寒空でタピオカ飲まないから無理くり生かされてますよね。冷から冷えちゃいましたよ。寒かった。はい、改めまして、ね、かわいいなすごいありがとう。はい、どうした？メンバーの疑問なんですけど、よいちょ丸ってどういう意味なんですか？あ、よいちょ丸ですか、うん、あ、それは俺らも今、あの理由探してます考えたら負けだ、考えたら負けだ、はい、意味はなく、よいちょ丸なんか一人変人が今日はちょ丸しまきしに来ました。ちょ丸慣れしてないよ。ちょ丸慣れしてないよ。ちょ丸慣れしてきました。ただあ の子めちゃめちゃチャラいみたいな感じでやってましたけど、ぱっと見この子一番チャラかった。ダメージ、ちょっとダメージが、ダメージが一番チャラい。ダメージが、ダメージが、ダメージが、あとですね、ちょっとなんか小耳に挺んだんですけど、はいはいはい、だから e-girls の皆さんが来年から全国ツアーをぶちかますということを、ちょっとお聞きしますよ。来年ですね、2月から全国アリーナツアー e-girls プロジェクトライブ2011-2020が行われるんですけど、もうぶちかましたいと思います。よーし、やかまね、素晴らしい。あのこれまでのシングル曲で作るベストライブなので、はいはいはい、もう今ねリハーサルも、もう真っ最中半分ぐらいできてて、やってる、はい、かなりぶちかませそうなよいちょ丸のライブになる。みんな映ってるじゃん。無茶しないでね、あんまり映ってるですね。はい、あの明日からチケットの一般発売も始まりますので、詳しくは EG ファミリーモバイルをチェックしてください。素晴らしいですね。いや、やっぱりね、こういう E ガールズ、まあ、EXIT ガールズって言われて間違いない。違いますよ、やっぱり語弊があります。あれ、EXIT ガールズ一人だけちょっと読みちゃうんですけど、彼女だけ若干寄ってきます。若干EXIT ガールズ束ねられないです、俺が小物すぎて。というわけで、そして今夜はですね、視聴者のみんなでスペシャルなクリスマスプレゼント用意してます。やったクリスマスプレゼント、ちょうだい、ちょうだい、くださいよ。はい、私たちからのクリスマスプレゼントとして、うん、ツイッターと連携をしてコメントしてくださった方に、うん、番組からスペシャルグッズをプレゼントしますので、どんどんコメントを送ってください。何もらえるんだろう。もう決まってるんですか？後から決めようとかそういう決まってます、決まってます、決まってます、はい、準備してますね、もう。うわぁ、なんすか、ね、番組の後半にそれも出して、はい、で番組を盛り上げるみたいな。なるほど。さらにですね、アベマ TV 公式インスタをフォローしてくれた方に全員のサイン入りクリスマスプレゼントが抽選で当たる。マジ、はい、TV 公式インスタをチェケラーということですね。チェケラー、はーい、ぜひお願いします。いろいろ用意してるんですね。 ありがとうございます。クリスマスなんでね。嬉しいです。はい、嬉しいです、うん、はい、さあ、うん、ということで、はい、ということで一旦ここで CM です。イーガルズがクリスマスプレゼントにプレスかけて戦います。それでは最初のコーナーに行ってみましょう。いや、なんでなんでだろう。クリスマスプレゼント争奪戦、私が一番イーガルズのことを知ってる選手権。始まりましたね、選手権が。そうですね、というわけでですね、来年2月から e-girls perfect wife 2011-2020 が始まるということで、はい、e-girls の歴代曲の中から e-girls ファン本人が答えられて当然のクイズを出題しちゃいます。おいよ、面白そう、楽素晴らしい、これ楽しいですよ。そして挑戦するのはe-girls本人、さらにこちらにいる事前に開催された超厳しいオーディションを勝ち抜いたe-girlsにめちゃくちゃ厳しい詳しいファンのお二人です。オーケー、カモン、e-girlsファン、カモン、カモン、こっちも。さあ来ましたよ。超夢のような体験じゃない、めっちゃ嬉しいんじゃない、やっぱやばいっす、ちょっと緊張がやばいっす。大好きな皆さんが後ろにいて、うん、全然顔見ないですもん。おい、イグジットで休憩すんな。イグジット見ときゃいいやじゃないの。せっかくいるんだよ、はい、見れない、やっぱり。いや、ちょっと、うん、こんなことないんで。全然向こう見ねえじゃん。嬉しいよね、確かにね。緊張してます。お願いします。緊張してるんです。あ、そうなんだ。でもクイズは自信ありますもんね。はい、
頑張ります。よろしくお願いします。負けられないな。頑張りましょう。そしてさらにカネチにもクイズに挑戦してもらいます。任せろ、お邪魔しますよ。はい、イーガールクイズいけます。いや俺めちゃめちゃいけますよ。お絶対嘘だよ。僕のマネージャーさんが、あのイーガールさんの大ファンで、車移動する時も曲流れてますし、あとはあれです、今日のこのスケジュール、あの2日前ぐらいに急遽決まって、そのマネージャーさんが好き好きすぎてテレビの収録1個ずらして、その前のスケジュールも短くしてこれぶち込みました。それぐらい、もう大変なゴリゴリの調整だ。ゴリゴリ、こんな調整ないですよ。びっくりしました。すごかったですね。一応確認きましたから、マネージャーさん自信はあるということで、はい、任せてください。そして、正解すると各チームにポイントが加算され、最も合計点数が多かったチームが勝利となり、クリスマスプレゼントをお渡しいたします。ファンチームカネチが勝った場合は、はい、イーガールズ全員のサイン入り色紙をプレゼント。おお、よっしゃ、メルカリで売っちゃうな。やめてください。メルカリで売ったら声だけで買えよ。声だけで買えよじゃないよ、ファンに向けて。絶対やめてくださいね。逆にですね、イーガールズが勝利した場合は高級クリスマススイーツをプレゼントしよう。素晴らしいですね、これはね。はい、イーガルズさんたちはもう自信満々ですよね。もちろん、もちろん自分のクイズですから、ね、自信とかじゃないですからね、うん、当たり前じゃない、全部分かる。当たり前じゃないと勝って当たり前の試合ですよね。そうですね、はい、勝ちゲーとかにね、勝ちゲー勝ちゲー勝ちゲーいますから、ガチオタが、はい、ね、ガチオタ、ガチオタすごいですよ。勝ち抜いてますしね。お願いします。そう、皆さんがいますから、これどうなるか分かんない。確かに。はい、はい、それでは早速クイズの方に参りましょう。はい、イーガルズは回答席を自由に入れ替わりながら、こう、そんなのあり？あ、分かった人がインしてくるってことですか。あ、11対1じゃん。ちょっと待って、今やっていかせたの。ちょっとくれよ。ちょっと待てよ、一人大丈夫です。マネージャーさんが大ファンなんでしょ。大丈夫、せめてマネージャーインしてこいよ。なあ、ちょっと脇本さん、脇本さん、ちょっといい？マネージャーが今、あの真面目なマネージャーさんが準備させられてるんです。マネージャーさんも本当に本当に好きで、めっちゃ好きなんですよ。だって僕らこの前静岡にいたんですよ、この1個前に。そうです、ゴリゴリの挑戦かけられて燃やされてる。そう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 、最強の助っ人呼んだんだ。いきますよ、これは。吉本に怒られるでしょう。マネージャーさんが来てくれたんで、これで対等ですよ。行けますね、はい、これで戦います。めっちゃ緊張してる。緊張しちゃう。というわけで最初の問題はイントロクイズでーす。分かった人は早押しでボタンを押して答えてください。はい、準備はよろしいでしょうか。はい、行きますよ。行きますよ。お願いしますよ。これすごい。行きます。1問目のイントロクイズに行ってみましょう。ミュージックスターティング。はい、これ俺が判断した。そうしちゃったよ。そうなんですか。じゃあ EXIT チーム。わかりません。うわ、もう一回行きましょう。そう、ミュージックどうしたスターティング。どっち、どっち。じゃあファンの方のチーム、北風太陽。北風太陽。すごい。いけるいける。2017年12月に発表されたシングル、北風と太陽でした。正解した EXIT ガールズファンチームは、EXIT ファンチームは10ポイント獲得です。まだまだいけるよ。全然いける。まだ1問ですからね。サインもらえますからね、脇本さん。負けないぞ、EXIT ガールズ。頑張って。Okay、でも分かってたから今の。そうそう、ね、分かってましたよね。早く押さないと。そう、あとこれ僕が目で判断しなきゃいけないんです。絶対で。続いてイントロクイズ2問目いってみましょう。ミュージックスターディン。あー、すごい。分かった。これ分かるね。
ミュージックかけるこのマイク。じゃあイーガルチーム、せーの、イーガルチームだって言っていいの、せーの、くるくる、シングルくるくるでした。正解したイーガルチームは10ポイント獲得。大丈夫ですか？全然大丈夫。まだ10点10点。マネージャーさん大丈夫ですか？マネージャーさん曲は分かってるんだけど、押してミスすると失礼だからって言って押せない。押した方がいいですよ。緊張しちゃった。というわけでイグジットチーム頑張ってくださいね。イントロクイズ3問目に行ってみましょう。ミュージックスタート。ペインペイン。え？正解！正解した。3チームは10ポイント獲得です。音鳴ってた？音鳴ってない今。音鳴ってなかった。めっちゃ特徴的なんだ。特徴的なんだ。え、じゃあなんでイーガルズは分からなかったんだ？オフタクは聞いてますから。なるほど。なんでよ。怒りすぎだってこのファンの人たち。やめろ。イーガールに対する愛だから。行き過ぎてるって。行き過ぎてませんよ。わかんねえよ。どんどん行きましょう。行けるよ。次の問題に行ってみましょう。次はイーガールズの曲の歌詞を当てる歌詞クイズです。あ、これいいじゃないですか。歌詞クイズ。はい。クイズに挑戦するメンバーお願いします。全体フォローミー一本で勝負。フォローミーの一本型で戦ってんだこっちは。ペンがない。ペン。ペンありますか？さあペンがないぜ。ペインペイン。ペインペインがない。ペインペイン。ペインペイン。ペインペイン、プリーズ。こっからですからね、勝負は。歌詞ならいけるでしょう。歌詞ならいける。歌詞ってね、なんとなく降りてくるもんだから。あ、なるほど。まず最初の問題は2012年10月に発表された Follow Me からチャンス、はい、来ましたよ。来た来た。この歌詞の隠れた部分フリップにお書きください。あ、できこれが、いや、わかるし、これはもう絶対あの向こう側のファンの人とかわかってるね。わかるでしょ。わかる。ダイソー、はい、あ、わかった。いけるでしょ。君と出会って初めてのあとか、うん、そう、君と出会って初めて、あ、ちょっと変な書き出しちゃった。これでしょ。すぐよ、You just want me。イーガールズ来ました。イーガールズチャンス問題すぎない？これこれずるすぎる。これずるすぎる。なんだよ、ボーカルタイトル今最高。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん書けましたか？それではスイーツ食べたいよ。食べるよ。イーガールチームからはい行きましょう。答えの方どうぞ。どん。自由になれた気がするよ。そっちね。そっちね。浅いですね。イーガールズ作ってるわ。イーガールズの手前作っちゃった。あ、なるほど。最近入ったメンバーでしょうね。じゃあファンチームの回答いきましょうか。こちらズドン。自由に。あ、浅いな。浅い。自由になれた。金近さん。あ、こっちダメです、ダメです。大丈夫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 。これが正解っぽいですけど。じゃあ EXIT チームの回答こちらです。こちらです。自由に行けた気がする。これでしょ。面白いですよ。マネージャーが金子を甘やかさないで。面白いですじゃないです。大喜利じゃないですか。そういうこと。じゃあ気になる正解はこちらです。それで合ってほしい。結構長い。手前から行くね。答えだけ行かないんだ。来た。おっし。でも惜しいわ。
いや耳で聞いてるからね、耳コピしてるから自由って言ってもね、言ってる言ってる。あ、残念。正解はこちらの2チームでした。ということで正解したイーガルズチーム、ファンチームは10ポイント獲得です。マジかよ。はい、それではこの調子でいってみましょう。歌詞クイズ2問目です。続いては2018年1月に発表された愛してると言ってよかったからです。この歌詞の隠れた部分をフリップにお書きください。分かった指で作ったほにゃららにですよ。で指で作ったがもうヒントだもんね。そうだね。指で何言うのって結構決まっちゃってるから。あ、そうですよね。指で作れるもの限られてますから、うん、指で作れるものだから指で作れるんだよ。指で作った何やってる。指で作れるものですからね。あ、指を駆使してますね。全指を。あ、影絵状態ですけど大丈夫でしょうか。やばい、全然わかんない。一回だからフォロミー終わりましたからね。ファンチームも自信満々。大丈夫です。漢字で書いてみたいな。そうそうそう、これ最近の曲ですよ。はい、じゃあ皆さん回答できたでしょうか。まずはイーガルチームの回答見てみましょう。こちらです。じゃあフォトフレーム。なるほど。こういうことね。シャレオツな歌詞ぶち込んでくるわ。なるほどね。ファンチーム。ファンチームの回答いってみましょうか。こちらです。ドン。フォトフレーム。と。なるほど。僕はじゃあ違ったかも。え？嘘。じゃあ違ったってどういうこと？じゃあ違った。じゃあ、イグジットチームの回答こちらです。レイワピース。レイワピースね。こういうやつね。フリップが取るときに流行ってポーズないんですよ。入れないですね。イーガルズ絶対歌詞に入れないですね。見たくなったんですよ。あ、もう一個あった。もう一個ありました。何があったんですか。ヨガフレイム。ヨガフレイムじゃない。フォトフレームとヨガフレーム。ヨガフレイム誰も知らないでしょ。それでは正解こちらです。正解は指で作ったフォトフレームでした。これはきつい。ということで正解したイーガルズチーム、ファンチームは10ポイント獲得です。おきついきつい。ピースじゃなかったっすね。いやでも脇本さんが小声で令和ピースやばいっすよ。なんで大喜利してるんですか。あなたイーガルズのファンってことで呼ばれてるんですからね。はい、行ってみましょう。それでは歌詞クイズの3問目参りましょう。続いては2014年11月に発表されたミスチスナーメンからです。この歌詞の隠れた部分をフリップにお書きください。あなた全身ホニャララだわという。このホニャララに秋元さん行きましょう。マネージャーさんの出番だ。マネージャーさんが、ね、本気を出してきてますから。もうファンチームはスラスラスラっと、愚問ですよね。簡単すぎるこれ。サービス問題ですね。ひらめきました。確かにこれはね、うん、2番とかだと2番とかだと難しい。確かに1番はやっぱ2番もスッと答えてください。自分たちの曲ですよね。確かに確かに。多分これかな。マジっすか。皆さんかけたみたいですけど大丈夫ですか。はい、じゃあイーガルチームの回答いきましょう。こちらです。真っ白だわ。白、ああそういうこと。あなた全身真っ白だわ。はい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 、はい、じゃあファンチームの答えこちらです。真っ白だわ。さすが。スノーマンですからね。なるほど。はい、じゃあイグジットチームの答えこちらです。ケモクジャラ。入れるか入れるか。いきなり興ざめだわ。やっぱ早くなんか言って。やだやだやだ。イーガールズの口からケモクジャラって出てほしくないんですか。マジで。やだやだ。絶対 M ステ出れないですから。はい、じゃあ正解参りましょう。正解はこちらです。いけますか。
はあなた全身真っ白だわでした。正解したイーガールズチーム、ファンチームには10ポイント差し上げます。ちょっとまずいですね、金近さん。そうっすね、やばい、このままだと俺のまずいっす、資金源が資金源これで勝ってサインもらってそれメルカリで売らなきゃいけないって不純な理由だから勝てないんですよ。そうだった。あ、確かに大丈夫ですか。ファン、ゴリゴリファンですもんね。そうです。次から行きましょう、本気出しましょう。まだ力を隠してたいいですよ、もう出しちゃって。じゃあ次行きましょうか。はい、それでは次がラストの問題です。ちょ、ポイント上げてくれよ。昨年8月に参加メンバーを入れ替えます。ポイント、ポイント上げて。いや、それは、お願い、それは俺に言われましても。ポイント上げさせてください。そのラストポイント。あ、勝手に押さないでください。何ですか、何のボタン。いつでも押していいボタンじゃないんですよ。おい、イーガールズめちゃくちゃだな、おい。頼むよ。現状ね、ポイント確認しましょう。イーガールズが40ポイント、ファンチームが50ポイントで一歩リード、そしてカネチチームが0ポイント。やばい、ラスト30ポイントにしてくれ。じゃあ勝てねえよ。巻き返せよ。いらねえだろ、30ポイント。100ポイント。100ポイント。全然わかんないけど。ディレクターさん、オッケーって言ってたんで、オッケーみたいです。ピンポン押さないで、自由すぎますよ。熱を押せんか。いや、あんまり言わないでください、他の商品で。というわけで、昨年8月に埼玉スーパーアリーナで行われた e-girls の全国ツアー EG11 の模様を収めたライブ DVD からの出題です。こちらの VTR、Here we go! もしもし、さーちゃんです。かわいい。はーい、さーちゃんですよ。ちょっと当たり前でしょ、埼玉のスーパーって言ったらヤオコーかベルクッシュ。じゃあ待ち合わせで。あー、おめでとうございます。待って待って、じゃあ待ち合わせはホニャララで、これぐらい際どい問題ずっと出してくれればよかったんだけどな。はい、何が入るでしょう。フリップに答えを書きください。これはもう勝ち問題ですよ。どっちか。これは勝ち問題よ。さやかさん、わかるでしょ。これは勝ち問題よ。なるほど。埼玉出身だからね。すごい。まさかのマネージャーさんがここにて力を持つ。マネージャーさんがこっちへ行くでしょ。ついに。どっちかって言われたんで、わかんない漢字が。めっちゃ暗くない。アホすぎて漢字が書けません。ファンチームは自信満々。僕は分かんなかったんですけど、分かったみたいな。嘘でしょ、めっちゃ言い方がやばいんじゃない。書けましたか、大丈夫ですか。頼む、待っててくれ。いやいや、だって埼玉いるから。そこは任せて。こっちの埼玉いるから。それではイーガールチームの回答こちらです。せーの、豆の木。豆の木。豆の木やろ。全然違うじゃん。なるほど、埼玉は豆の木っしょ。はぁ、なるほど。じゃあファンチームの回答こちらです。豆の木。じゃあもうこれじゃん。ちょっと待ってよ、カネチチームの回答こちらです。原宿。なんでですか、埼玉あるあるでしょ。そうですよね、埼玉で原宿なわけないですもんね。何かと二択って言ってましたよね。そう、はい、渋谷と原宿って。全然違うし、自信ありげだったんで、カネチ大喜利してないじゃないですか。そうだったよ。あれは豆の木っていうのがあるんですね。埼玉豆の木って大宮駅にあるんですよ。何屋さんですか。豆の木、野菜、え、野菜屋さん。野菜屋さん。八百屋ってこと。待ち合わせスポット、待ち合わせスポット。そういうことだ。ハチ公みたいな。ハチ公的な、埼玉のハチ公的な場所が豆の木。わかんないですよ。ああ、そう、正解 VTR あるんですね。正解 VTR こちらです。いや、でもちょっと当たり前でしょ、埼玉のスーパーって言ったら八百公かベルクッシュ。じゃあ待ち合わせは豆の木で。わー、そう、大宮の豆の木。大宮ね。かわいい、かわいい。あー、というわけで大宮の豆の木が正解でした。正解です。正解した、イーガールズチーム、ファンチームには100ポイント。そして問題は以上となります。結果発表に行きたいと思います。いっちゃいますか。はい、最終結果はイーガールズチーム140ポイント、
ファンチーム150ポイント、カネチチーム0ポイント、ファンチームの優勝でーす。負けた、負けたな、負けた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 、勝利したファンチームにはご褒美としてイーガルズ全員のサイン入り色紙をプレゼントします。すげえ、よかったね。いや、めっちゃ嬉しいっすね。いや、これは嬉しい。ただ1枚しかないですから、あの半分にやばーって感じです。あ、2枚ありました。うわー、あ、これ名前入れてもらえばいいんじゃないの。確かに、でも、ね、名前入れたらメルカリで売れないけど大丈夫。そう、あ、もうそんなことしないですか。大丈夫、カネシカさんと違う。カネシカは違いますからね。マジか、サイン入れてもらえないよ。これは嬉しい、おめでとうございます。素敵ですね、あとね、これはね、うん、はい、はい、はい、あ、なに、お、お、お、なんか出てきたぞ。あれ、これは何ですか。え、食べるの、何、誰の、あ、ケーキ、ピンポンピンポン、何ですか。意見があるところをしてください。何ですか。意義あり、意義あり。俺これ食べていいんすか。おい、なんで、なんで、一番なんもしてねえじゃん。一番なんもしてねえよ。回しただろうがよ。美味しそう。うわ、何これ。あ、あ、雑に食うな。そんな雑にすんだ。可愛くなくなっちゃった。最悪この食い方。もったいない。ひどい。美味いです。もっとあるじゃん。普通か。濃厚なクリームがどうとか。うまみ沢、レモンサワー。はい、絞って持ってきて。出ました。やばい、悔しい。カレンちゃん、はい、ここで、はい、ここで一旦 CM です。 CM の後も EXIT さんと特別企画をやっていきます。遅いしっかりしとる。はい、謎のカットからありがとうございます。謎のカットからの羽根近くですよ。どういう意味だったのでしょうか。イーガールズさんっていうのはう今の11人体制になったのはこれいつなんですか。それが、うん、まあ、11人体制になったのは2017年なんですけど。2017年、はい、じゃあもうほぼ我々と一緒。EXIT と同いだじゃん。いやいやいや、なめてもらっちゃ困りますから。なんですか、なめてもらっちゃ困りますから。もうコストラもデビューしてからみんな9年も一緒なので。仲の良さもこの間バカにしてるんじゃないですか。ギャルが、ちょっと締めろ、めんどくせえ、めんどくせえやつ、ちょっとめんどくせえな。全く喋ってる。動きオンリーやめてもらっていいですか。グッてきてますけど、なんか喋ってもらって。べしゃりが、べしゃりがないんです。べしゃりがない。俺らかなり仲いいから。俺ら仲いいから、マジで。俺らすごいから。やったことねえだろ。いやいや、そんなに仲の良さをアピールするんでしたら、今からね、こう仲間のいいところをどれだけ言い合えるか、これを勝負するっていうのはどうですか。かかってかかってかかってリズムに乗って、ちょっとラップバトル。なるほど、なんか危なそうなタイトルですね。はい、ラップバトルみたいな。まずはこっちから、ヘッチームイーガールズ、まずは一人目、レッツゴー、イシー、はい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 、2人になんて負けないぞ、11人もいるんだぞ、仕事で毎日会ってるぞ、この人毎日うちでご飯食べるぞ、ありがとうよ、ありがとう、行きますか、行きますか、俺のいいとこ言ってやれよ。カネチは、とっても純粋でほぼ童貞、ほぼ童貞、 DT からのイグゼ、純粋な部分あるぜ。もうそんなこと言ったで、こっちとらも負けてないぜ、俺らの代表、俺らのヤマグチェ、ヤマグチ、いいガーズ、みんないろいろいろ乗り越えてきたよね。こっちから富士山登ってて、君たちはどうだんだい、はい、聞かせな、
行くぜ、うん、俺から行くぜ、リンタロウの顔面40センチ、平均余裕で超えてます、小顔矯正通ってます、小顔矯正で顔を小さくしてもらおうとしてみたら、なんとこの顔がすでに完璧な状態でした、うん、仲の良さアピールして、どうだ、何やってんだよ、隙間も歪みもございませんって言われたんだぞ、それじゃあ行かせてもらうぜ、俺らの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 本気、うちの俺がコンビニに行かない、イガルズは11人でイガルズなのに、泣いてます、泣いてる、笑ってます、泣いたり笑ったり、はい、今まで散々してきたけど、オリガにはいつも何このリズム、何のステップ、特殊なステップしてる、いつも笑顔だけがあった。どこがいいの？どういうことですか？決まった決まった。決まった。発声が壊滅的なわ。全然聞こえてこないんですよ。ちゃんと発音してください。言う前にツボに入っちゃって聞こえないんですよ。素晴らしかったです、はい、これはもう判定とかないんですか？なるほど、ただ褒め合って終わり、最高のコーナーでしたね、はい、以上以上メンバー褒め合いバトルでした、CM でしょ、はい、ここで一旦 CM で CM の後も視聴者のクリスマスの夢に答えちゃいます、それでは続いてのコーナー行っちゃいましょう、タイム、はい、というわけで盛り上がってますけども、ここからは視聴者からの募集したクリスマスに関するお悩み相談に e-girls と僕たちで答えていきたいと思います、なるほど、というわけでそれでは早速1通目のクリスマスのお悩みはこちら、来ました、あー今、あーこちらね、じゃあ、はい、チーカネが4分お願いします、はい、じゃあお悩み1つ目こちら、今年のクリスマスは、うん、気になる女の子とイルミネーションデートに行こうと考えています、うん、e-girls の皆さんだったらどこに行きたいですか、理想のクリスマスデートはありますか、うわー教えて教えて、教えてほしいな、キッペどうですか、キッペが入ってきましたけど、教えてほしいな、リンゴどうですか、理想のクリスマスデート教えてほしいな、え、なにみんな理想とかないけ結構現実的に生きてる、大好きあれ食べたい、あの、うん、チキン、あーチキン、一緒にチキンを、七面鳥ですか、でお家で、ね、じゃあ料理もできる、あ、だから買ってきてウーバーイーツでなんかやだよ、ウーバーイーツで持ってくる、せっかくだからもう焼いちゃってよそれは、確かに、うん、チキンをね、うん、でもね、うん、売ってるのもあるしね、まあそうですね、ありますけど、うん、でも理想だったらやっぱりこうすごい高層階の上のレストランでやっぱ夜景を見ながら豪華なディナーでシャンパンパンみたいな、あーチャレンジ、シャンパンパンシャンパンパン、理想ですから、理想ですから、最高級最上階のレストランでね、素敵ですね、それはね、ありますか、え、うち、うち、あの、みそのさんみたいに入ってきてやめてもらっていいですか、え、うちは、はい、え、渋谷のど真ん中で、はい、もう元気にシャンメリーでシャンシャン、シャンメリーシャンシャン、あ、シャンメリーシャンシャン、これちかさんと一緒でお酒飲めないの、俺もシャンメリー派だからシャンメリーアルコール NG でやってる、そうか、え、理想ですよ、いいんですよ、自由に行っていいんですよ、じゃあ、そこ行ってみて、どこですか、ドイツのクリスマスマーケット、ピンとこない、どういうとこなんですか、みんな知ってます、あの、みんな、あの、なんていうの、ポストカードってあるじゃないですか、うん、ああいうのによく印刷されてるのは、うん、ドイツのクリスマスマーケット、あの、こう、なんていうんですかね、
通りになってるんですよ、はいはいはい、クリスマスのものがいろいろ、そこめっちゃ綺麗なんですよね、そこ行ってみたい、そういうのですよ、七面鳥を家で食べるっていいじゃん別に、だから日常すぎてウーバーイーツで運んでもらうウーバーイーツで運んだ七面鳥もういいですね。カレンちゃんは、カレンちゃん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 、あ、ニューヨークとかどうですか。あ、どうですか。いいんですか。行けるんですか。俺ら誘ってもらってる感じですか。行きますよ絶対。ぜひぜひ。15日ゴリゴリ開けます、はい。マネージャーもついてきますけど大丈夫。カレンちゃんとニューヨークツアー。カレンちゃん、クリスマスをニューヨークで過ごす。なんか、それはセクシー。素敵ですね。番頭パイセンは番頭番頭ちょっと嫌な言い方しない。番頭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 何かな、私そうだな、でもあの日本にあの日比谷でクリスマスマーケットがあるらしくて、そうそう、それで最近教えてもらったんで、そういうところへ行きたいなって思います。なるほど、日比谷いいね。ちょっと模したような、真似したような、そうですね、同じような、チャンスじゃん。じゃあ日比谷のクリスマスマーケット行けば、うん、イーガールズに会えるかもしれない。もしかしたらね、道ずらしてるかもしれないですけど、ね、そうだよ、ね、25は危ないからって、うん、26、27あたりに移動して会いに行きたい。そうそうそう、やってる可能性はありますよ。大足パイセンは、大足パイセン、大足家で、うん、家でゲームとかどうですか。あー、したい、いいかも、それはいいんだ。いやなんかこうイーガールズってなるとやっぱりどっかねそういうレストラン連れてかなきゃいけないのかなと思うけど、いや家でゲームでいいんだみたいな。七面鳥も良かったですよ。ただ一発目で出てくるとなんかすごい家庭的すぎるなって思っちゃっただけで、素敵ですよ七面鳥。見ないから、とっても素敵でしたよ。チキン以外の言葉発してないんですから今日。とっても素敵でしたよ。でちなみにりんたろさんは女子だったらどこ連れて行かれたいですか。私、うん、はもうクラブ行ったそのままラブホで大丈夫。ねえねえだ、二度と喋るな。その日アンペだけ読んでおけ。その日あったちょっとアンペだけ読んでおけ。ワンチャンしたいです。続いてのクリスマスのお悩みはこちらです。さあこちら、イーガールズの皆さんはもしもクリスマスに彼から微妙なプレゼントをもらった場合どう対応しますかということですよ。どうですか、微妙なプレゼント。微妙なプレゼント、微妙って何だよ。だからちょっとあんまり欲しくなかったとか嬉しくなかったみたいな。そうそうそう、なんかカーテンレールのさ、かかってるこのなんかカーテンをかけるためのあれ1個とか。なんでだ。例えばよ、いらねえんじゃん。そう、例えばでもめっちゃ好きな相手、めっちゃ好きな相手からこう、なんか自分のために選んでくれたんだって思うと、なんでも嬉しい。模範解答。素晴らしい。素晴らしいですよ。とっても素敵な。そうか、微妙な。カレンのちょっと聞きたいんですけど。どうですか、微妙なプレゼント。カレンのパイセンは？すごいっていう。そのリアクションで伝えるんだ。あ、すごい。あ、微妙だったんだなっていうのを伝える。え、怖え、カレンパイセン。ごめんねってやっぱ思っちゃう。してますけどね、なかなか。ちなみにあのイーガールズの皆さんはこうクリスマス本番っていうのはどうやって過ごす予定ですか。何してるの、リハーサル、リハーサルもですね。リハーサルそんな深夜までやんないでしょ。だって朝までやらないでしょ。その後の話をしてるのは教えてよ。ホームパーティー、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 メンバーで、メンバーでホームパーティー。本当なんかしてなさそうだけど大丈夫。でも結構毎年メンバーで過ごすことが多かったんですよ。なんかみんなでね集まって、うん、でもちょっと早めにこの間もクリスマスプレゼント交換してたんですよ。だからちょっとやることがなくなっちゃって、当日、じゃあ当日夜リハーサル終わりはもう普通に帰宅ですか。いや、集まってラップバトルじゃない。なんか盛り上がる、笑顔だけがあったこの微妙なステップが見れるっていう。そうでしょ、あるでしょ、もうちょっと何か盛り上がってますけど、イーガールズさんからお知らせがあるんです。イーガールズさんからお知らせ、はい、来年の2月から先ほども言わせていただいたんですけど、全国ツアーイーガールズパーフェクトライブ2011-2020が開催します。
チケットは明日から一般発売しますので、詳しくはイージーファミリーモバイルをチェックしてください。お願いします。お、僕たちもあるんですか。お、我々から、はい、我々から一つ、うん、ああなるほど、アベマ TV で我々イグジーが MC を務める大学キングダム、うんっていうのが毎週土曜夜9時から、うん、絶賛放送中、ぶちかましフィーバーということで、うん、ね、どんなやつの大学からね、一応からね、あらゆる対決に挑む大学対抗の壮絶バトルショー大学キングダム、こんな被っていいんですか。はい、いいですよ。慶応義塾大学、上智大学、東京大学、日本大学、早稲田大学の5つの大学が大学の名誉と威信をかけた様々な対決に挑んで頂点を目指す、勝てば英雄、負けたら土下座のガチ対決をしちゃってまーす。ね、すごい、はい、これすごいですよ。明日放送の第4戦では各大学からこう自慢のカップルが集まって、でカップルスクワットキングダムというのに挑むんですね。すごいでしょ、こう乗せるのよ、乗せたままこうやるだけ。やだ、セクシー。でもトレーニングするでしょ皆さん。スクワットってどれくらいできます平均で。そうなんだ、みんななんか結構重り乗せて負荷かけて。あ、なるほど。だから回数じゃなくて重さで。そうです。なるほど。いや、本当にすごいです。マジエグいっすよ。あの想像を超えるだから大幅に押して大変なことになりました。スケジュールが大変なことになります。はい、だからね、愛する彼女を背負い彼氏がスクワット対決、大学のプライドと彼女に無様な姿を見せたくないプライドが激突、彼氏を献身的にフォローする彼女の姿も必見です。はい、愛が深まるよ。そうなんですよ。でもめちゃめちゃなんかくだらないですけどね、うん、やってることはくだらないんです。でも思いが強すぎてこっちも泣けてくる、最初何やってんだってマジで思う。最初めっちゃ笑ってだんだん感動してきちゃう。楽しみ。果たして勝つのはどの大学か、そして土下座をするのはどこの大学なのか。よいしょ、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 ね、ということでそろそろ番組を終わりに近づいてますけど、イーガルズの皆さんどうでした。はい、楽しかった。勝利の感想やめて。勝利の感想。楽しかった、運動会みたいな。卒業式ですね。楽しかった。じゃあ一人ずつ、はい、いきましょう。でも楽しかったですか。楽しかったという気持ちだけでやらせてもらってますもん。はい、ありがとう。楽しいことって重要ですから。いかがでしたか。そうですね、今日はあの初めてあのみんなでクイズとかもやってすごい楽しかったですし、あの寒い中皆さんも本当にありがとうございました。はい、来年のライブもぜひ楽しみにしててください。ありがとうございます。しかもあのファンの方ですちょっと見たらもうこうやって交代して、そう、入れ替わり入れ替わりで、わりあれもうファンの人たちが率先しちゃってるんですか。いや、多分、暇は分かんない。ひなわシステムがあるんだ、そこに。打ったら交代、打ったら交代、入れ替わり、入れ替わり。すごいね。はい、しますけど。いかがでしたか。でも最近ずっと毎日リハーサル、ツアーのリハーサルをしてたりしてたので、なんか久しぶりにこうやって皆さんの前に来たりとか、みんなでメイクしておめかしして、すごい楽しかったです。ありがとうございました。そうか、リハの時はしてないから。そうなんです。ジャージでみんな汗だくなので、なんか久しぶりに楽しかったです。ありがとうございます。さあ、いかがでしたか。はい、今日もめちゃくちゃ楽しくて、あの一番あの心に残ってるのが、即興ラップの顔面40センチ。すごい。40センチ。忘れられないです。180センチあるんですけど 4.5 等身でやってる。忘れられません。完璧な状態って言われたんで、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、いかがでしたか。はい、今日はこんなに寒い日なのに、うん、こんなにも汗をかくとは思いませんでした。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。どうでしたか。なんか1時間が本当に5分ぐらいに感じました、うん、楽しかったです。よかった。時間の感覚が狂ってきたのでやめてください。それぐらい楽しかったって。さあ、いかがでした。自由に行ける気がしたが、マジで面白かった。自由に行ける気がした。やばい、マジでやばい。そう聞こえた気がしてた。自由にはもう自分の意思で行けますから、ね、いや、わかんないよ。それはね、それは自分次第ですよ。いかがでしたか。はい、なんか、うん、この衣装も派手ですし、はい、クリスマス気分が味わえました、うん、若い頃クリスマスとか似てますけど、クリスマスエンディングでクリスマスが遅いです。遅いですいじりだとしたら遅いです。やだ似てる似てるじゃないです。似てる。こんなエンディングでいじることじゃないんです。いかがでした。はじめイーガ
ずと藤田さん、はじめましてでしたけど、はい、こんな風にあの楽しく仲良くやらせてもら、仲良くって言っていいですか？いや、仲良くいいよ。仲良くアットホームな感じで、あの進んでいって、全部楽しかったです。かわいい。卒園式、卒園式あんま良くない。卒園式みたいな感じ。卒園式まあ、EXIT ガールズですから、皆さんね。ありがとうございます。いかがでした？はい、お腹痛くなるぐらいたくさん笑えて幸せでした。うん、ありがとうございます。さあ、ラストはギャルですね。はい。いかがでした？いらないよ。あの人紹介してたけど、実は何もやってないんです。最後に全部ぶっ込んできてよ。なんだよ、この時間。今日は、いぐちの二人と一緒に共演。とってもとっても楽しくて、よいちょまるのパーティー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 ができた気がするパーティー。あと30秒長すぎるから、本当にどうにかしてくれよ。はい、パーティーパーティーはい、パーティーパーティー。いやいやいや、俺に急に渡されても心強いな。いや、でもこの最高の皆さんと一緒に過ごせて、俺の気持ちのバイブスが糸上がりけり、ションテンガルはぶち上げ。すいません、もう終わりだ。ありがとうございました。まだこの終わり方、この終わり方。メリークリスマスでね。ヒューヒューヒュー、バイバイ。